久保さん、今回王貞治さんにしましょうか。自分のためにやるからこそ、それがチームのためになる,なるであって、チームのためになんて言うやつは言い訳する。俺は監督としても自分のためにやっている。人が結果的にチームのためになると思う。自分のためにやる人が一番自分に厳しいですよ、と。これね、僕好きなセリフ、好きなセリフなんですよね。 で、これ実はイチロー選手がメジャーリーグになんか行ってちょっと経ってから、王さんに、王さん野球な、ん、何のためにやってるんですかみたいな、なんかその、野球哲学みたいなね、王さんに聞いたシチュエーションがあ,あるらしいんですよ。で、一チ野球って何のためにやってんのかなみたいなね。<laughs> まあ、イチロー選手もいろいろね、生き、なんで俺生きてんだろうなみたいなね。なんかまあ、なんで俺野球やってんだろうみたいな。 うん、王さんにとって野球って何すかみたいな。ね。堀江さんにとって人生って何ですかみたいな。イチロー選手が、王さん、野球、王さんにとって野球って何すかみたいな。なんでできたんですかみたいな。で、王さんがね、自分のために決まってんだろみたいな。<laughs> 自分のためにやってんだよみたいな。で、それをイチロー選手が聞いて、なるほどな、自分のためだよな、みたいな。 で、それに納得して、なんかその、まあ、野球ってチーム戦だったり、ファンもいたりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。だから、ファンのためとか、チームのためみたいな言葉があるんだけども、まあ、王さんは、自分のためだと。<laughs> で、それで、イチロー選手も、うん、なんか、自分のためにやろうみたいな、なんか、それで、そういう話があってね、これ、これ僕もこれ好きで、まあ、僕がビジネスやってるのは、自分のためなんですよね。自分が飯食っていくためなんですよ。うん、だけど、その、誰かのためと、 思われるぐらい、それを、それを思うのは自分ではなくて、うん、そう思う、だから努力もそうなんですよね。努力は自分ではしてないんだけど、努力、あの人してるなって思われるぐらいがちょうどいいというか、なんかもう自分のためにやる。な,なんでビジネスやるのか自分のためですよね。誰のためでもないです。自分が飯食っていくためなんですよ。これはもう僕もいろいろ勉強してきて、いろいろその、 自分の考えがこう固まっていく過程の中でそっちの方がま,あまとまるんですよね僕的には誰かのためとかお客さんのためとかクソくらいというか自分のためですって言った方がまあ正々堂々としていい僕は好きなんですよでも建前上ねお客さんのためじゃないです自分のためですって言うと、まあ、世間的にあんまり良くないっていうただそれだけの話で まあそれを言うか言わないかだけなんですけど、仮にその世間的にはね、それを言うと語弊が生じるので言わなかったとしても、心の中では自分のためだよ、自分のために100%やってるよっていう、なんかそっちの方がいいんじゃないかな。僕はまあ言っちゃったりするんですけどね。まあ言うのはあんま良くないですけどね。世間的にはね。<laughs> お前のためかみたいになっちゃうんで。まあその受け取り方が、まあ受け取れない人はね、あ、こいつはなんか身勝手にやってんだなみたいに思われるっていう。 でもまあ聞く人からするとあこいつすげえなってなるだろうしうーんそうまあほと僕は自分のためにやってますね全部だこれもだからそのこの前でそのなんだろうなあの R の思考あそう R の思考の教材で、まあ、久保さんにもちょっとシェアしましたけどもまあそれでねコメントがあって 要はそのワンツー動画の話をしてたんですよどあの。マーケティングの話で。で、コメントで書いてあったのが、まあ僕もね、ワンツー動画をもらって吉谷さんのファンになりましたと。でも話を聞いてちょっとショックになりましたみたいな。<laughs> 自分のためにやってんだ吉谷さんみたいなね。マーケティングのためにやってんだみたいな。ちょっとあの、もらった方としては残念な気持ちになりましたと。って言われましたけど、でも実際そうなんで。うん。まあもちろんね、情が入って、 お客さんのために取る時もあるんだけども結局自分のためなんですよね。自分がビジネスを継続していくために僕は少ないですからね再生数が。顧客数も少ないし再生数も少ないでその中で売り上げを確実に作っていかないといけないのでだピンポイントでゴルゴ13のごとくピンポイントで仕留めていかないといけないですよ。だからワンツー動画やってるためは結局自分の売り上げのためなんですよね。っていう戦略なんですよ。 少ない再生数でもピンポイントで落としていく。しかも、合わなくて、まあ、ワンツー動画合わなくてもいいんで、本当は会って直接クロージングした方が制約率は高くなるんだけども、毎回会うっていうのは労力と時間かかるので、でも動画だったらすぐ送れますから。まあ、これも自分が一番あの最善の方法ですよね。お金と時間をかけずに無料で、まあ、YouTube 無料でできますから。<laughs> で、さらにピンポイントで送ることによってファンがつ作りやすいと。ただ、その戦略をやっていると。 少ない再生数でもどう売り上げをしっかり上げていくのかっていう、ほんと自分のためですね。ただお客さんからすると僕のために動画撮って、人、なんかわざわざ撮ってくれてありがとうみたいになるっていうね、うん、話ですよね。はい。いってらっしゃい。